はい、こんばんは、ボコジムです。今日もログレスやっていきます。今回今ですね、メンテ明けになります。で、いくつかまあクエスト追加だったり、新しいガチャ来てるんですけど、その中でまあいくつかピックアップだけしてお話をしたいなと思います。で、クエストが2つと、あとガチャですねのお話をしたいなと思います。まずですねはい、これが次週新たなる強敵が出現ということで、風の教授が来ます。来週かなに来るみたいなんですけど、これ待ってましたですよね。これで全部4族は出てしまうのかなという形になると思うんですけど、それに合わせてですね、まあ、非属性の武器を強化するっていうことで、狂気のシルフ城と風の祠っていうクエストが、実装されてます。で、まあこちらで、非属性の装備を強化する強化素材だったりですね、あとこれ去年もあったんですけど、この時にですね、スタンプ報酬で、ブレイカー、火ぶれですね、火ぶれ用の武器だったり、あとは神獣の装備が、スタンプ報酬で手に入ります。で、おそらく多分来週あるこの風の教授に関しては、もしソロクエストがあるんであれば、まあブレイカークエストみたいなものがあるのかなと、まあ、予測されるので、まあこの機会にですね、火ぶれを育ててみるのもいいんじゃないかなと思います。まあおそらくまあ皆さんブレイカーといえば、まあまずは火からっていう形で、もうすでにもう武器とかですね、育ててらっしゃるとは思うんで、まあ足りない部分を補うので、まあ、スキル素材とかもあるんでね、そういうので強化しとくのもいいかなと思います。はいで、こちらですね、神罰の執行者オルトリンデと、これがですね、前回の YouTube ライブの時にシルエットで紹介があった光の新しい敵というやつですね。それがやっと今回実装という形になりました。で、まあ、なんかバルケリーの親玉みたいな感じの設定らしいのですが、クエストはですね、2種類クエストがあって、まあ、通常のオルトリンデのやつと、あと EX ですね。で、まあ、ソロクエストもあるみたいなんですけど、で、こやつを倒すためにですね、新武器、特攻ガチャが用意されているようです。で、新武器がソウルブリードと、闇の魔剣らしいんですけど、こちら後でまたガチャで説明しようと思います。はい。で、クエストの方なんですけど、まあこちらもですね、全体攻撃で、やった方がいいよという推しになってますが、まあ、例えば、アサシンとかでも、まあどうなんですかね。まあちょっとやってみないとわからないんですけど、まあ、そのためにちょっと自分は闇アサシンをずっと育ててたっていうのがあるんで、まあ、実際アサシンとかでもいけたらいいなと思うんですが、この魔剣のですね、あ、これ後でいいか。はい、こんな感じで来てます。で、このオルトリンデのですね、はい、EX の方なんですけど、スタンプ報酬にですね、メダルが新しく追加されてます。全部で20枚手に入るのかな。で、あとドロップもするようなんですけど、こちらがですねはい、破滅の暴君っていうメダルが前回女王のクエストであったんですけど、それの光バージョンになってます。はい、内容的には同じかな。リミットが、ダメージリミットが違うのかな。で、光属性を参照してリミットプラスがついてますんで、まあ光をですね、まあ、育ててる方は、結構使えるメダルになると思うんで、まあ、こちら手に入れたらいいんじゃないかなと思います。はい、報酬内容もこういう感じですね。スキルソードやスキル、防具アクセのスキルのアップのやつが入ってます。ちょっと神々ですいません。はい、って感じですね。で、あとははい、防具じゃないわ。ガチャですね。もう今ちょっとチラッと言ってしまったんですけど、はい。これも以前あったやつですね。神ガチャです。正直言うと。究極確定の防具ガチャですね。で、
ガチャページに行くんですが、はい、こちらですね。で、総数が144個。まあ、730ぐらい ?740、50ぐらいで、まあ、空にできるやつなんですけど、全部究極です。究極しか出ません。でですね、まあ、とりあえず、自分を強化するのに一番大事なのっていうのが、まあ、その武器も大事なんですけど、やはりこの防具とかですね、アクセサリーの強化っていうのがやっぱり欠かせない存在であって、で、自分はですね、これをもうとにかく首を長くして待ってました。はい。で、石がないんで、まあ、とにかく溜まった分はですね、全部これにぶっ込んでいこうかなと、今回は思ってます。まあ、それぐらいですね、非常にいいガチャになってますんで、もしこの機会にですね、石がたんまりある方はですね、まあ、3周、4周なりしてもいいかなって思うぐらいの神ガチャだと思うんで、よかったら回してください。で、あとですね、闇神祭ですね。まあ、鬼キス入りのいつものやつが入ってます。それとですね、こちらですね、まあ、新しい敵、オルトリンデを攻略するために、まあ、新武器の入った、はい、闇リーフの、ボックスガチャになってます。で、こちらがですね、新しい武器で、魔剣になってます。でですね、これのスキル効果、載ってるかな?あった。で、これがですね、内容が、特定の体、まあ、ダメージリミットは 400% で、敵全体に最大2と。で、この、上から1、2、3、4、5番目ぐらい。特定のタイミングで使用すると、オルトリンデのジャッジメントラグナロクを阻止するという風な感じで、まあ、クエスト内容的にこれがないと勝てないって言われるとちょっと厳しいんですけども、まあ、配布でもらえるので、まあ、それを育てればですね、まあ、特にこれ狙いで引く必要もないかなと。ただ、まあ、限定なんで、まあ、モーション、エフェクトがちょっと若干変わるようなんですけども、まあ、そこまでこだわって引く必要もないガチャかなと思います。あとまあちょっと説明ができてなかったんですけど、この、闇の魔剣をですね、育てるにはですね、こちら、あら、どれかな?こっちの方かな?どこだっけ?はい、こちらありましたね。報酬の中にですね、冥府の宝石っていうのがあるんですけど、これでないと、レアランクアップすることができないようです。はい。という感じですかね。あと、またガチャの話に戻りますけども、闇アサシンガチャ。で、こちらもですね、前回一度闇アサシンボックス来たんですけど、まあ、何が変わったかっていうと、限定の夜叉が入ってますね。究極夜叉、奇境ですね。はい。で、多分もう動画とか見られた方も多いと思うんですけど、ああいう感じのエフェクトですね。それと、こちらが防具の月下の装具奇境ですね。まあ、色違いという形ですね。まあ、うん、どうかなと思います。そこまで引く必要もないかなと思います。はい。まあ、その限定好きでですね、まあ揃えたい方は、引くのはいいかなと思いますけど、まあとにかく今回の目玉はですね、この防具ガチャだと思うんで、まあしこたま引いた方がいいかなと思います。はい。で、今回お話は以上ですかね。はい。ということで、クエストいっぱい増えてですね、まあ属性の試練もリセットということで、石が結構たんまり回収できそうなので、まあ、頑張っていきましょう。ということで、終わります。じゃあまた。